1978年の阪急ブレーブスでは、1978年の阪急ブレーブスにおける動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、上田理事監督の5年目のシーズンである。3年連続で日本一を達成した阪急は、この年も好調を維持、前期は4月に9連勝し、貯金を11スクリスタートダッシュに成功、5月6月7月も、 着実に貯金を重ね、他を全く寄せ付けず全期優勝を決めた。後期も途中上田監督が病欠するハプニングがあったものの、7月だけで貯金を10個重ね、好調を維持した。しかし、前期を2位で終わった近鉄も10試合連続関東勝利を挙げた鈴木刑事を中心に会長に勝ち星を重ね、半球と激しく競り合った。半球は、 近鉄との直接対決で大きく負け越し、近鉄との最後の直接対決で、半球が勝たないと、近鉄が後期優勝を決めるという状況まで追い込まれた。この試合では、そこまで17勝を挙げていた、半球、山田久史と25勝全部が、関東勝利の近鉄、鈴木刑事が投げ合い、マルカーノの2ラインホームラン等で4点を挙げた半球が、勝利した。これで、 マジック1とした阪急は次の試合を勝利し、前期、後期ともに優勝する完全優勝を達成した。日本シリーズでは、リーグ初優勝のヤクルトと対戦、全評判では阪急が、圧倒的有利と噂されていたが、第7戦までもつれその第7戦の6回裏、ヤクルト、大杉勝夫が放った、レフトポール際の大飛球を、ホームランと判定され、 上田監督が1時間19分の講義をしたが、判定は複ず、長時間の講義により、肩の冷えた先発、足立光弘を変えざるを得なかった、半球のその後の投手が打ち込まれことにより万事休す。半球は4年連続の日本一を逃すこととなった。シーズンオフ、日本一を逃したことと長時間講義への責任を、理由として上田監督が辞任した。 阪急が全校期間全優勝したため、プレイオフは行わずそのまま年間優勝。ありがとうございます。